2011年3月11日に起きた東日本大震災では、10万人もの自衛官が派遣され、様々な支援活動を行いました。今回は、自衛隊と子どもたちの手紙にまつわるエピソードをご紹介します。大地震で起きた津波が襲ったのは、石巻市釜屋地区の北上川河口から約 4km の川沿いに位置する大川小学校。全校児童108人の7割にあたる74人が死亡、行方不明となる大惨事となりました。学校周辺では消防団や自衛隊、警察などによる捜索活動が続きました。自衛隊員は津波による瓦礫や汚泥を取り除き、行方不明者を懸命に探しました。そして震災から約1ヶ月が経った4月6日、第14戦車中隊の石井信弘3曹は、大川小学校近くの乙羽川河川運動公園に設けられた宿営地内を歩いていました。すいません。すると石井3曹の背後から可愛らしい声が聞こえました。石井3曹が振り向くと、そこにいたのはワンピースを着た小さな女の子。少女は石井3曹に向かって言いました。これ読んでください。少女は石井3曹に封筒を渡すと、名前も言わずに走り去り、母親とおぼしき女性の車に乗って去っていきました。少女はたまたま見かけた自衛隊員である石井3曹に手紙を渡したのです。その手紙には覚えたての拙い文字でこう綴られていました。自衛隊さんへ、元気ですか？津波のせいで大川小学校の私のお友達がみんな死んでしまいました。でも自衛隊さんが頑張ってくれているので私も頑張ります。日本を助けてください。いつも応援しています。自衛隊さんありがとう。海より。手紙を読んだ時の気持ちを石井3曹はこう語ります。胸がいっぱいになりました。あの頃は発災から1ヶ月が経とうとしており、疲れも溜まっていたのですが、あの手紙で明日からも頑張るぞとみんな勇気が湧いてきたのです。そして自分たちのやっていることが人々のためになっているんだと改めて認識しました。その後この手紙は女川の指揮所にいた第14旅団長井上武史陸将補のもとに届けられ、たちまち各派遣部隊に伝わりました。井上旅団長は言います。手紙を見た時はもう体中の血が逆流するほどの思いでした。よし、どんなことがあっても全員を探し出すぞという思いがみなぎってきましたよ。海ちゃんはどんな思いでこの手紙を書いてくれたんだろう。日本を助けてください。物心もつかない少女の祈りにも似たそのお願いに全隊員が奮い立ちました。手紙のコピーを手帳に挟んで現場に向かう隊員や、ガセ沼公園の中隊指揮所のボードにコピーが貼り付けられるなど、多くの隊員を勇気づけました。地震発生から49日目にあたる4月28日、飯野川第二小学校の体育館で、大川小学校で死亡、行方不明となった児童・教職員の合同慰霊祭が行われました。祭壇には教職員、そして74人の可愛らしい児童たちの写真が掲げられました。その中の7人は、未だ行方不明でした。葬儀の間も第14旅団の隊員たちは行方不明の子供たちを探し続けていたのです。海ちゃんの手紙を胸に。発災翌日、第21普通科連隊は秋田市の駐屯地から釜石に駆けつけ、人命救助はもとより
全力であらゆる支援活動に当たりました。彼らの宿営地となったのは釜石市立葛子小学校。上野康弘副校長は当時の状況をこう語ります。この学校には被災した子どもたちや被害の大きかった地区から転校してきた子どもたちがいます。そんな中で自衛隊が自分たちの町に災害派遣のために毎朝出かけていくことに頼もしさを感じたのではないでしょうか。しかし2ヶ月を過ぎた頃、これ以上子どもたちの体育授業の邪魔になってはいけないと、連隊長末吉弘明一佐は道路を挟んだ向かいにある葛子中学校へ宿営地を移動させることを決めました。末吉一佐と幕僚がその報告と宿営させてもらったお礼のために菊池清太校長のもとを訪ねると、そこには児童を代表して児童会長を務める河村直樹くんが待っており、末吉一佐たちに向かって感謝の言葉を告げました。自衛隊員の皆さんのお母さんやお父さんも被災されたと思いますが、それにもかかわらず僕たちのために釜石まで来ていただいてとても嬉しかったです。さらに校長から5年生と6年生の児童全員で書いたという感謝の手紙が手渡されました。末吉一佐はその時の気持ちを回想します。これには驚きました。我々がやってきたことがこんなにも多くの子どもたちに感謝されていたとは。同時に子どもたちにそう思わせた隊員たちを心から誇りに思いました。それでは手紙の一部をご紹介します。僕は最初はもう死ぬ、絶対死ぬと思っていました。でも自衛隊のヘリや車を見るたびに涙が出ました。僕はその時釜石のために頑張っているんだなと思いました。本当にありがとうございます。5年男児、私たちの住んでいる釜石を助けてくださりありがとうございました。お体に気をつけてください。この手紙を読んで嫌なことが吹っ飛んでくれたら嬉しいです。6年女児、よくニュースで自衛隊の皆さんが必死で瓦礫の撤去や遺体の捜索をしている姿を見ています。今のような生活に戻れたのは自衛隊の皆さんのおかげだと思っています。釜石のために頑張ってくださって本当に感謝しています。6年男児、僕は人を救うことはまだできませんが、大きくなってまたこのようなことが起きたとしたら、人を助けられる自衛隊になって人を助けて僕も釜石を守りたいです。5年男児、そして第21普通科連隊に寄せられた感謝の手紙はこれらだけではありませんでした。津波で全てが流され、辺り一面が瓦礫の山となってしまった釜石市宇野住井町。ここで暮らしていた小さな男の子からも手紙が届けられていました。自衛隊の皆さんへ、みゆりちゃんとお母さんを見つけてくれてありがとうございました。これからもお仕事頑張ってください。応援します。家族を失った悲しみをこらえながら、その小さな手で自衛隊へ感謝と激励のメッセージを綴ったのです。末吉一佐は言います。男の子からの手紙は我々の行方不明者捜索や被災者支援への決意を新たにしてくれました。我々は釜石の方々を家族同然と考えております。ですから避難者の方々への生活支援は家族にするように、行方不明者捜索は家族を探す気持ちで取り組んでいるのです。8月31日、北沢防衛大臣は終結命令を発令し、自衛隊の大規模震災災害派遣は同日付で終了しました。自衛隊は東日本大震災において、
19,286 人を救助し、そして9,505 人のご遺体を収容したのです。最後まで見ていただき、本当にありがとうございます。今回の話に感動したって人は、高評価ボタンを押してくださいね。また、何か感想などありましたら、お気軽にコメントをお願いします。興味深い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。